レラです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回はレラの春のルックブックをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。はい、ということでイチコロデモ来ました。どうですか？はい、テーマは家族とお出かけです。ちょっとね、家族とお出かけするときはおしゃれをしたいっていうことで、ベレー帽とかこういうカバンだったりイヤリングとか小物をたくさんつけました。はい、で、じゃあブランドを言っていきます。これは GU さんで買ったベレー帽です。で、後ろがなんかちょっとちっちゃいリボンみたいな感じになってるのがすごいおしゃれです。で、イヤリングは確か3コインズで買いました。で、バッグはフェザーさんです。めっちゃ可愛いこれで、トップスも自由さんです。このフリルがとっても可愛いし、あとこのねリボンがめっちゃ可愛いので一目惚れをして買いました。で、この下はですね、地元のお店で買いました。これもね、レザーの、パンツで、多分ハイウエストになってるので足長効果も出るんじゃないかなって思います。で、この靴はこれも自由さんで買いました。結構ヒールが高いけど、でも歩きやすいのでとてもおすすめです。じゃあ2コーデ目5。はい、ということで2コーデ目来ました。はい、こちらのテーマはですね、ちょっと海岸を見に行こうっていう海のテーマですね。こちらのネックレスが花のネックレスなので、ちょっと春っぽさが出てていいなって思いますね。じゃあブランドを言っていきましょう。まずこちらのイヤリングはですね、ゆらりちゃんからいただいたイヤリング。結構お気に入りでめっちゃ使ってます。ありがとうございますで、こちらのネックレスはゆごうさんで、購入しました。はい、じゃあ次、このジャケットはですね、ザラさんで購入しました。この後ろのちょっとクシュってなっているのがめちゃめちゃおしゃれでとってもお気に入りです。で、こちらの中に着ているものはですね、ギャップさんで購入したものです。ちょっとミニ丈になっているのが最近っぽくてとってもいいなって思います。では次、このパンツはですね、GU さんで、購入しました。これ本当に足長く見えるんですよ。これハイウエストだし、丈もねちょっと長めなので、ヒールとか履くといいかなって思います。で、こちらの靴もですね、GU さんです。じゃあ白黒でちょっとコーデが締まった感じになるのがとってもいいなって思います。では次のコーデ選ぼういうことで3工程目です。はい、今回のテーマはですね、図書館にお勉強にしに行こうっていうちょっと勉強できる女の子になりました。はい、じゃあブランドを紹介していきます。まずこちらのメガネはGUさんで購入しました。で、この羽織っているものもGUさんで購入しました。これね、めっちゃあったかいですこれ L サイズなのでお母さんとも共有して使えるので、とてもいいなって思います。で、今下に着てる普通の T シャツなんですけど、これはザラさんで購入しました。こちらのサロペットはですね、多分みんな見たことあるんじゃないかなって思うんですけど、GUさんで購入しました。こちらもですね、多分結構人気の商品なのかな。結構ね、足が細く見えるっていうので、多分人気のやつだと思います。でね、ちょっとフレアな形になっているのが今っぽさもあって、とてもいいなって思います。靴はですね、これはシーンさんで購入しました。めっちゃ厚底なのがとっても可愛いし、ちょっとここに文字があるのもワンポイントとしてあって、とても可愛いなって思います。ではラスト GO! はい、ということでラストになりましたはい、このコーデのテーマはですね、撮影現場に向かうぞっていう、頑張るぞみたいな感じのコーデです。はい、こんな帽子もかぶっちゃって、イヤーカフもつけちゃってっていう感じのコーデになっています。じゃあブランドを紹介します。まずこのバケハはビゴーさんで購入しました。で、このシャツ、トップスはヘザーさんで購入しました。で、この下にですね、履いているこのレザーのショーパンはアラップさんで購入しました。ウエストの部分はゴムになってます。急に登場したこちらのブーツはリゴさんで購入しました。めっちゃお気に入りです。で、このイヤーカフはですね、お友達からもらいました。はい、という感じのコーデになっています。はい、で、これはちょっとずつテイストが変わってるのが皆さん伝わりますでしょうか。ちょっとかっこいいのだったり、結構爽やかだったり、ちょっと甘めのねコーデだったりっていう、真似しやすいようなコーデになっていると思うので、皆さんもぜひ真似してねということで、この春も皆さんおしゃれを楽しんでいきましょう。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。